1990年6月8日、タレントの薬丸裕英と歌手の石川秀美が結婚した。二人とも1966年生まれで、1982年に芸能界デビューした同期である。二人は婚姻届を提出する前、6月4日に会見を行った。結婚については、周囲のスタッフも直前まで本人たちから知らされておらず、まさに電撃的だった。しかも薬丸はいろんなおめでたがありまして、もうすぐ6ヶ月ですと石川の妊娠も発表し、会見場はどっと沸いた。石川は3月に報告した時、どう答えてくれるか不安でした。でもすごく温かく言ってくれたので、とても嬉しかったですねと話した。薬丸はその2年前に渋垣隊を解散していたとはいえ、現役アイドル同士の結婚はまだ珍しかった上、妊娠と同時の発表は世間に驚きを持って受け止められた。後に薬丸が明かしたところによれば、当時アイドル同士の結婚は絶対にタブーであったため、互いの所属事務所や両親にも隠し通し、彼女のお肌が大きくなってこれ以上隠しきれないという時点で、同じ日の同じ時間に双方が担当マネージャーに打ち明けたという。また週刊文春の阿川佐和子との対談では、石川はすでに芸能界を辞めたがっていたが、辞められる状況ではなかったので意図的に仕掛けた計画婚であったと語っている。薬丸は中学2年の時、ジャニーズ事務所の面接を受ける友達について行ったところ、当時のジャニー喜多川社長からレッスンを勧められ、これがきっかけで同事務所に入った。1981年4月から1年間、ドラマ2年 B 組千八先生に出演。ドラマのヒットを受け、同じ事務所から出演していた本木正弘、深川俊和と共に渋垣隊を結成し、1982年5月にナイナイ16、でレコードデビューする。一方、石川は中学3年の時、芸英プロダクションの主催する秀樹のテーマイ募集全国10段オーディションに優勝して芸能界に入り、翌1982年4月に妖精時代でレコードデビューした。結婚発表は前年の舞台初出演に続き昼ドラに主演し、俳優としても注目された矢先のことであった。結婚発表の直前に収録されたインタビューで彼女は、デビューの時は5年も保てばいいかな。と思っていたのに、もう9年目ですから。これからの目標といっても特に決めず、その時その時のやりたいこと、自分の好きなことをやって、これからどうなるかはっきりは言えませんけれど、結婚して引退？ははわかりません、それはと、後から読むと何やらほのめかすような発言をしていた。薬丸と石川は、同じく1982年にデビューした中森明菜や小泉京子などと共に、花の82年組と称される。その前後にも多くのアイドルが生まれていただけに、競争も激しかった。渋垣隊の場合、後からデビューした少年隊が高い。ダンス技術を持ってすぐに追い上げてきた上、チェッカーズや吉川浩二といった従来のアイドル像を覆すような手強いライバルも現れる。おかげで薬丸たちの中では4年目ぐらいで、早くもまずいんじゃないみたいな空気が漂っていましたという。結局、渋垣隊は7年目の1988年に解体する。薬丸はそのままジャニーズに残るつもりでいたが、他の2人が退所したのでそれに続いた。しかし、薬丸にとってはここからが大変だった。結婚した時点で、まだ仕事の先行きは不透明で、内心は不安だったという。結婚して4ヶ月後には、長男が誕生する。これを境に周囲はパパドルとして売り出そうとするも、彼は抵抗した。この頃について後年、
僕自身は父親や家庭の匂いを感じさせないアイドルのままやっていきたいし、やっていけると思っていたんです。でも需要と供給が一致してないんだから仕事が来るわけがないと振り返っている。妻に仕事がないと思われるのが嫌で、現場に出かけるふりをしてゴルフ練習場やスポーツクラブで時間を潰したこともあるという。さらに追い打ちをかけるように1991年、4ヶ月かけてハワイで映画を撮るという仕事が湾岸戦争の影響で中止され、その間の仕事が全くなくなってしまった。本人曰く、その頃からだんだんと一家の主として家族を守らなくちゃいけないのに、俺は何をつまらない意地を張ってんだろうと思うようになっていった。2年後には次男も生まれ、息子2人の寝顔を見るうち、意識改革をしなくてはいけないと決意する。29歳だった1995年のインタビューで薬丸は、去年くらいから意識改革もあったんですよ。自分はまだ若いつもりなのに、周りは結婚してこぶつきでという目で見ますよね。タレントとして役者としてイメージは確実に狭まっている。でもそれは僕の現実だから、その狭まった中で今度は自分がどうすればいいのか考えるべき時が来ていると思うんです。勢いの20代と安定の40代の中間で30代の不安ってありますね、と。不安を打ち明けながらも自分の置かれた状況を冷静に見つめている。かつ、金の生活情報番組、わなまるマーケットのスタートに伴い、俳優の岡江久美子と共に MC に起用されたのはこの翌年だった。薬丸によれば、この出演が決まったのはあるトーク番組で毎日チラシを見て安い店で買い物をするようにしていると喋ったのを、花丸マーケットを立ち上げたプロデューサーがたまたま見ていて、こいつ生活感あるなと感じたからだという。そのプロデューサー石川真美はもともとは音楽番組ザ・ベストテンのディレクターで、渋が期待時代の生意気盛りの彼を知っていただけに変貌を感じ取ったようだ。そもそも薬丸が生活を顧みるようになったのは、渋が期待の解散後、自分一人では新幹線の切符も買えず、銀行に行ってもどうやって金を下ろせるのかわからない。自分の世間知らずぶりにショックを受けたのがきっかけだった。それからという物小遣い帳をつけ、新聞も読むようになったという。花丸マーケットは2014年まで18年続き、この間に生活感のあるタレントという薬丸のイメージは完全に定着した。花丸終了後も入れ替わるように、テレビ東京系の同じく平日午前中の帯番組、生活情報マーケットなナイロ友和ではなまる、ファミリーの一員だった高坂みゆきと MC を担当。スタートから8年が経った現在も続いている。この間、2015年には結婚25年の銀婚式を迎え、結婚時には直前まで黙っていた事務所への配慮もあって、できなかった結婚式をハワイにて家族だけで挙げた。石川秀美は結婚とともに芸能界を事実上引退したが、その後もたびたび CM に出演している。薬丸とは三男二女に恵まれ、芸能界では前室の薬丸賞のほか、長女の薬丸レミもタレントとして活動する。また、次男の薬丸隼人さんは、小学生の時に始めた。サッカーで身を立てると決め、中学卒業とともに、日本を飛び出すと、まずスペインとイギリスの高校で、スペイン語と英語を習得、その後、スペインの、2部リーグサバデルの B チームなどでプレーした。B チームに入団時、週刊誌の取材に応じた母親の石川は、日本でも海外でも、結局は自分の意思がないと成功なんてできっこない。本人が行きたいという気持ちが大きくて、チャレンジ精神旺盛だったので、
いっちゃえって行かせちゃいましたと話した。隼人さんは2018-19年シーズンを最後に現役を引退。現在はドイツブンデスリーガ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフの日本デスクで働き、主に日本向けの広報を務める。今から20年ほど前、薬丸式幸福家族の処方箋という本を出した薬丸は、子供たちのうち上の二人とは僕が仕事を通して知った、サッカーや野球の話題で共通の会話ができますと語っていた。ただ当時は午前中の番組のため、朝早く家を出て帰りも夜遅く、不死で過ごすことは少なかった。それでも交換日記をしたり、週に1-2回は一緒にお風呂に入ったりして、できる限りコミュニケーションを取るようにしていたという。今や男性アイドルが現役のまま結婚することも、子供を設けることも珍しくはなくなった。むしろ子育てに力を入れることは人気にもつながっている。薬丸がかつてパパドルのイメージをしばらく拒んだことを思えば、覚醒の感がある。しかし薬丸はその後意識改革して、家事や子育てぶりを包み隠さず見せることで活路を見出した。それは芸能界にとっても新たな道の開拓であったと言える。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。